当チャンネルでもよく取り上げておりますスイートランドの模型のガチャガチャが出たよということでですね、あのガチャガチャ屋さんに足を運んできました。以前ですね、こちらスイートランドの5ですね、スイートランド5のモチーフにしたプライズは登場していたんですけれども、あとこれですね、クレナフレックス、クレーンゲームのクレナフレックス、こちらのプライズは出てたんですけれども、今回まあなんともマニアックなですねスイートランド4のガチャガチャが出たということで回してきました。1回400円なんですけれども、とりあえず4回回してですね、全部違う色が出たので、おそらく中身は全部違うでしょうということで、その中の青から今日は開封して組み立ててどんなものかっていうのをね、紹介していこうかと思います。まあ一度色を確認するためにテープは剥がしてあるんですけども、実際テープが巻いてあって、で、カプセルを開けるという形になるんですけれども、で、開けていきましょう。できました。まあ説明書から見ていきましょうね。はい。スイートランド4のロゴのまんまなんですよね。まあマニア心をくすぐられる。で、中身を見ていくと、歴代の、もうこれも本当、本物のまんまですよね。左から、1999年かなに登場したスイートランド4をモチーフにしたスイートカプセルランド4。その隣がスイートランド4のブルーバージョン。そして、右側にあるのがスイートランド桜バージョンということでね。一応今回この3種類揃えることができたので、まずはこの真ん中、1個目に出てきたのは青だったので、この青かを作っていこうと思います。実は全6種類って書いてあってですね、まあ、違いは何かっていうと、筐体のカラーはこの3種類なんですけれども、その中の台座のシールがノーマル柄と景品柄っていうのがあるみたいなので、まあその違いみたいで合計6種類だというみたいです。中身開けていこうと思います。まずこちらが本体、もうすでにスイートランドですね。本体です。ちょっと開けてみましょうか。こんな感じですね。もうこのままスイートランドですね。すごい。ちゃんと4ステーションあって。しかも、回ります。こんなギミックまであるんですね。すげえ。で、あとは、これと、プラスして、シールがあります。このシールを貼っていくと、もう本物のスイートランドと同じようなものになるということみたいですね。ちょっとベタベタ作業細かいので、深い作業しつつ、スイートランドの今までのお話とかしていければなと思います。まずは分解をしました。これが筐体の本体の部分ですね。で、上についてたドームを外し、これ、わかりますかね？実際スライドはしないんですけど、景品が乗るテーブルですね。それと、スコップの部分ですね。で、あと上でくるくる回ってる看板の部分になります。で、これにそれぞれシールをつけていくんですけど、側面につけるこのここについてるロゴのシール、これを4枚つけなくてはいけないのと、細かくて見えますかね、操作パネルすくう落とす1プレイ100円とか書いてます。すっごい細かいんですよ。これほんとまんまですよね。で、あとこれがテーブルの部分です。で、あとスコップのところですね、アームの部分と、あとは上でくるくるしてる看板のシールになりますね。一番大きいシールから貼っていこうと思います。予想以上にですね、細かい作業になるので、もし途中黙り込んだら後から副音声でまた付け足しをしていこうと思いますので、よろしくお願いします。まずはこの側面ですね、筐体の側面からシールを貼っていくみたいです。落とし口の周りからシールを貼っていくようですね。で、スイートランドの思い出を話していこうと思うんですけど、私がスイートランドを初めてやったのが幼稚園とか小学校とかそれぐらいだったと思います。近所のスーパーダイエーの中にあったですね、ランランランドっていうゲームコーナーがあったんですよ。もう今モーリーファンタジーっていうね、ゲームコーナーと合併しちゃったんですけど、そのランランランドの中にあったスイートランドでめっちゃお菓子取ってた記憶があります。で、その当時のスイートランドって今と違って、まず100円2プレイだったっていう覚えがありますね。その時はスイートランド2っていう筐体だったんですけど、でスイートランド2っていう割には
スイートランドの前にスイートランドがあるかっていうと、実はそうではなくて、ニュースイートランドっていうスイートランドがあるんですが、もうシリーズ何台あるんだよって感じですね。で、スイートランド2が私の時に最盛期だったのかな。そう、スイートランド2で遊んでて、で、その時のスイートランドって今と全然違って、スコップ、スクー部分が今って白いアクリルでできてるんですけど、その時ってこういうなんか4本爪みたいな感じの金属のスコップだったんですよ。なんかこのスコップの間にね、なんかキャンディーとかアクリルとか引っかかるような、そんなイメージがあって、でも逆にチュッパチャブズみたいなお菓子がすごいすくいやすかったような思い出がありますね。そのランランランドでは、なんか土日にお菓子の山積み大会みたいな、今では言うとね、お菓子タワーなんて当たり前なんですけど、当時すごい画期的で、土日限定でテーブルの上にお菓子を山のように積んでくれたんですよね。で、普通あれって完全落下で、お菓子のタワーって普通完全落下でゲットだと思うんですけど、すごい気前よくて、ドームにお菓子がくっついたらゲット判定だったんですよ。だから200円ぐらいでお菓子の山が崩せるっていう、まあ神イベントだったんですよね。そんな思い出があります。だから200円、その当時って200円にプレイだったので、まあ200円ぐらいでお菓子の山崩せちゃうみたいな、崩せるっていうか、まあドームにつくのゲット判定だったんで、200円ぐらいでお菓子をいつもたくさん持って帰ってた思い出がありますね。っていうところで、筐体の側面は貼り終わって、もうこれだけでもスイートランドじゃんって感じですね。ということで、まず1個目のパーツ貼り終わりました。ちょっとこのスコップの部分が一番レベルが高いので、多分黙り込んで貼っていこうと思います。えぐいです。このシール見えます？この豆粒みたいな、ゴマぐらいのサイズのシールを貼り付けるっていう、これ素手でできんのかっていうぐらいで、私不器用なんで、実はもう一個ぐちゃってやっちゃったんですけど、ここは一回割愛させてください。もう貼ってきますね。出来上がったものをこの後お見せいたしますので、ということで、スコップの部分完成しました。これピンセットとかないと難しいレベルでしたね。次にここの操作パネルのところのシールを貼っていこうと思います。で、さっきスイートランド2のお話までしてたんですけど、この2の後に今度はですね、3っていうのが出るんですけれども、この3で何が変わったかっていうと、大きくで言うと2つ変わりました。1つはスコップが現在のように、白いアクリルになりました。スイートランド2までは銀色の、まあ、フォークみたいな形のスコップだったってお話先ほどしたんですけど、このスイートランド3になってからはスコップが白いアクリルに変わりました。まあ今のスイートランドみたいな感じですね。で、あともう一つ変わった点があって、このお菓子の山積みっていうのを推奨してきたんですよ。っていうこともあって、スイートランド2から3になった途端、ドームがですね、10センチぐらい高くなったようです。高いお菓子も詰めますみたいな宣伝文句で言い出しをしていました。で、ここまで登場していたスイートランドは、BGM が2つあって、まあ島村とかで聞くようなあの曲ですね。あの BGM が流れていた。スイートランド、ニュースイートランド、スイートランド2、スイートランド3、ここまでが同じ BGM だと。で、残るシールパーツはあと8枚で、次この看板貼っていこうと思います。で、スイートランド3から4にかけては一気にだいぶ進化しました。進化したポイントとしてはですね、私が感じた限りなんですけど、まずはドームがさらに高くなったっていうのと、あとはですね、いろんな設定ができるようになりました。まあ、例えば重り、今でいう重りジャックポットシステムを導入したのがこのスイートランド4が始まりだったんですけど、オプションで重りを落とすと、例えば丼がパッカーンって割れて景品がもらえるようになったりとか、あと革新的だったのが30秒間すくい放題とか何秒間すくい放題、そういうのができたのがスイートランド4だったんですよね。ててててんってすっごいせかされる BGM のすくい放題ですよ。あれが出たのがスイートランド4になります。
で、あと落とし口が深くなったので詰まりにくくなりました。それまでのスイートランドってお菓子崩してもすぐ塞がっちゃうんですよね、落とし口がちっちゃすぎて。だったので店員さん呼ばなきゃいけなかったんですよ。なんですけど、スイートランド4になってからそこが深くなったので結構お菓子が取り出しやすくなりました。まあそれでもお菓子の山とかをね崩した時には店員さん呼ばないとあげられなかったんですけど、またすいません、このねスーパー細かいテーブルゾーンになってきましたので、ちょっと黙り込むかもしれません。もし黙り込んだらもう後から副音声つけます。今のところ副音声じゃないっていうのがねあれなんですけど、あ、意外と晴れたっていう。で、スイートランド4の後に登場したのが今この組み立てているスイートランド4のブルーバージョンってやつなんですけど、これまたマニアックな話をしていくとですね、このスイートランドのブルーバージョンが出た時に全く別のクレーンゲーム、ナムコの別のクレーンゲームなんですけど、ワイワイクリッパーブルーバージョンっていうのが出たんですよ。で、なんかその時にこのスイートランドとワイワイクリッパー青ですみたいな、青で統一してみたらいかがですかみたいな大文句があったようなことを記憶しています。もう何十年も前のことなんでね、あれなんですけど、なんだっけな、スイートランド4ってブルーバージョンだけじゃなくてスイートランド4ブルーバージョン NS みたいなのがあったりとか、なんかいろんなバージョンがあるんですよね。 NS って何でしたっけ、何の略か分かる方いたら教えてください。ニュースタイルだったっけ、ちょっと私その辺詳しくないんで、分かる方いたらコメントお願いします。残るシールあと4枚になりました。で、スイートランド4シリーズってやたらあって、まあ普通のスイートランド4、このスイートランド4ブルーバージョン、ブルーバージョンの NS、 桜バージョン、あとはスイートランドブライトっていう4、スイートランド4ブライトっていうのがあって、よくランド1で見るやつですね、とかとか、あとはスイートランドプラスとか、あとビッグスイートランドっていうジャックポット機能が最初からついてる超大型マシンがあったりとか、まあとにかくスイートランドってシリーズが多いんですよね。それぐらい人気なゲームっていうことで、まあ、私も大好きなんですけどね、下段が張るのがすごい難しい。ちょっと一回集中します。そしたら次はビッグスイートランドの思い出ですね。ビッグスイートランドって下のテーブルの先端にチャッカーがついていて、でそのチャッカーにお菓子が通過すると、まあ落ちると、お菓子が落ちるとですね、ルーレットが回ってスゴロクのようになっておりまして、最終的にゴールするとジャックポットがもらえるみたいな、上から天井の方からですねお菓子が降ってくるっていう、すごい画期的なスイートランドでした。結構ねこれも大好きでした、ね、もうジャックポットだけじゃなくて途中経過にボーナスみたいなのがあって、一番衝撃的だったのがボーナスって ABC っていうのがあって、最終的に ABC ジャックポットっていう、そんな段階でジャックポットが追加、ボーナスが出てくるんですけど、その C っていうもののアクションがすごくて、テーブルが通常の可動域以上にビヨーンってめっちゃ伸びるんですよ。すんごい量のお菓子が取れた、そんな記憶があります。まあその C の時には実は壁ボーナスっていうのもあって、普段スイートランドってこの横からお菓子が崩れてっちゃう、落ちてっちゃうっていう光景はよく見ると思うんですけど、壁がパタってなって、かつそこからテーブルがニヨーンってめっちゃ伸びるんで、恐ろしく景品が取れましたね。でその C ボーナスが過ぎると最後ジャックポットみたいな、それがビッグスイートランドってやつですね。今もうほとんど見なくなりましたけどね。最後の1枚を貼ります。よし、貼り終わりました。いや、なんて細かい作業なんでしょう。あとは組み立てをしていこうと思います。はい、では組み立てをしに行こうと思います。最初こちらの筐体にくっつけるパーツはというと、このテーブルのパーツになります。このテーブルをまずガチャンとくっつける作業になります。ちゃんとよいしょ。はい、でその次にくっつけるのがこのショベルパーツですね。すくうところ、このパーツをガチャンとくっつけていきます。向きはこうですね、ガチャン。よし、で最後にくっつけるのがこの上の看板のところですね。
スイートランドの看板、これをくっつけます。よし、できました。で、このドームをかぶせると、はい、完成ですね。これでもうよくゲームセンターで見るスイートランドになったんじゃないでしょうか。いや、ほんとクオリティ高いですよね。もうまんまスイートランド4です。ほら、上から見るとこんな感じですね。もうゲームセンターにいる気分になれるっていうね、そんなガチャガチャです。で、先ほども一番最初紹介したんですけど、ターンテーブルがこうやって動くので、今だみたいな感じでね、狙うような、そんなこともできます。ということで、スイートランド4のブルーバージョンを作りました。この後残りの3種類も作って完成品をお見せいたします。はい、ということで残りの3種類も作って計4種類のスイートカプセルランドを作りました。そうですね、1個を作るのに10分ぐらいかかっています。で、学習してですね、ピンセット使ってシールを貼っていったので、比較的きれいに作れたんじゃないかなと。で、最初に作ったのがこのブルーバージョンだったんですけれども、2個目3個目はこちら桜バージョン、ピンク色のバージョンですね。こちらのターンテーブルに、わかりますかね、左が景品があるようなバージョン、右が景品がないようなバージョンです。この2種類を作りました。最後にこちらスイートランド4のノーマル色ですね、普通の色のになってます。はい、もう頭の中にもすでにスイートランドの BGM が流れてるんですけど、はい、本当にクオリティが高いカプセルトイですね。こんな感じです。はい、こうやって並べてみるとですね、もう本当にゲームセンターにいるんじゃないかって思うような気分になれます。で、あとはまあこいつですね、これはもともとあったカプセルトイではなく、クレーンゲームの景品で撮ったスイートランド5なんですけど、食べるともほらゲームセンターにいるような気分になれました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。普段はこのスイートランドをはじめ、クレーンゲームやトライポッドなどいろんなプライズゲームの動画を上げていますので、よろしければチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。